今回はムニュっと手まり寿司全6種。ラインナップはマグロ、サーモン、エビ、キュウリ、イカ、卵の6種類になります。で、戻りました。今回もカプセルをトンとして出していきます。で、あと2回やってきました。こちらもトンとして出していきます。で、今回出たらキュウリとイカ、マグロが出ました。最初にキュウリ。キュウリというよりはイクラの方が目立っちゃってます。で、後ろ。後ろはシャリになっちゃってます。 続いてイカ。イカはイカそうめんみたいになっていて、上にはごまがかかっています。ちょっと高級そうなお寿司屋さんといった感じでしょうか。最後にマグロ。マグロはテッカテカしちゃってます。これもなんか見た感じ、高級な感じがしちゃいます。ただこちらボールなので、ちゃんと弾みます。ということで今回はムギュッと手まり寿司をご紹介しました。ムギュッとなので、握って遊ぶのもありだと思います。気になった方はお試しください。